やっぱこれ石か。近くないですか。これちょっとなんかあれですね、あまり石っぽく見えないです。沢で洗ってみます。はい、先生お疲れ様です。山登ってらっしゃいましたけど、だいぶ上まで行きましたよ。あ、そうですか。さっきあの女性の子供を見て、はい、顔見せてとかってこう、うん、言ってたと思うんですけど、はい、うん、そのどうしても顔が気になって、うん、もう奥まで行ったんですよ、うん、で会ったら、うん、やっぱ違う子でした。あ、そうですか。はい、よかったです。でですね、はい、その骨らしきものを見てたって、はい、実はですこの中に入ってるんですけど、はい、落とさないように。落とさない。これ。はい。多分石、こっち石だと思うんですけど。なんでしょうね。軽いですか？はい。どうしましょう。水で洗って洗ってみます。どうなんでしょうね。ちょっと判断こ警察に相談してみますか。ちょっともう何とも言えない感じですね。でも石ではないかなり軽い。はい、見た目もちょっと白っぽくないですか。そうですね。こっちは完全に石ですね。かなり軽いですね。かなり軽いです。どうぞ、ね、このこれもそうです。はい、かなり軽いです。こっち石ですかね。これ石ですね。こっちは石っぽいですね。こっち違いますね。うん、あ、だからここはちょっと石っぽいですね。怪しいです。これがこれです。これもなんか石っぽいですか。色的にでもこれ洗ってもこの色ですね。きっと白っぽいのはこれです。これ石っぽい。うん、よし、あ、石っぽいな。うん、これがちょっと怪しいです。いいですか、手で。あと、洗ってください。うん、これがこれもこの白いのが洗ってみます。うん、そうですね。はい、行きましょう。白っぽいから行きますね。はい、一回置いといていい。はい、こう、こうちょっと、はい、ちょっと湿気ですね。骨っぽいんですよ。ね、どうします。警察に相談するんですかね。山梨県警行きます、はい、ですか。まあ、多分電話番号、多分ホームページに情報はっていうのになると思うんですけど、ね、電話して、うん、いけなり行っても困るじゃないですか。うん、あ、もちろんもちろん。電話して例えば写真を送ってみるとか、はい、ですかね。そうしましょうか。はい、多分それが一番いいと思います。先生、子供来ますかね。信じてます。駆け足で上がっていったんで。あ、お菓子用意するって言ったらお菓子持ってきます。はい、
種抜きカリカリ梅と僕が食べようとしてたカロリーメイトです。あ、食べたことないからちょっとびっくりするんですよね。なんだろうこの味はって、うん、くると信用してます、うん、あともう20分ぐらいで多分煮詰まってますね。待ちます。見てるよ。来れる？待ってたよ。来ると思ってた。うん、信じて信じてた。ありがとう。いいよ、さてありがとう、助かる。こんにちは。食べる？あ、お菓子お菓子。これ、あ、こっち？大丈夫、こっちちゃんと合ってるか。すごい、名前、お菓子の名前、カロリお菓子ではないんだけど、カロリーメイトっていう。置いとくよ。あ、こうね、あ、こうね、はい、取れる？うん、はい。どう？不思議な味？なんだこれって。こういうの食べた時ない？お家で。ない？美味しくない？正直だね。美味しくない。うん。自分は大好き。美味しいよ。次はカリカリ梅。連れてきた方、名前なんて言うんですか？菊代さんって平成ってわかります？昭和、わかる。大正、令和、平成、昭和、はい、昭和。この子っていつかわかります？寛治くん、わかんない。来てもらったのは女の子が行方不明になって、寛治くんぐらいの年頃、同じぐらいだと思うんですけど、ほくろある女の子なんですけど、キャンプしてて迷子になっちゃって、で、それで骨がこの辺にこうあったっていうことがあったんですけど、そう、遭難したっていう。女の子ってその山の上とかに行ったりしました？来てない。その女の子の亡くなった跡って見てます？
たまに、たまにってどのぐらいですかね。何回見たとか。数十回。話しました？話せない？ん？あ、私は話してない。で、そこで、カンチ君が、に連れてきてもらったのは、の、女の子が車に乗ってどっかに行ったって、そういうのをカンチ君も見て、あの、見られてたっていうふうに聞いたんで、菊田さんもその人がどうかは分かんない。ん？自信ある？多分そう。その時の状況ってわかります？車に乗った時って、はい、キャンプ場のところで男性が手振ってた、置いて、で女の子が来て、ん？それはなんで違和感感じたんですか？違和感感じたって、ん？おい、全然大丈夫、言ってください。美味しそうな匂いしたって、食べてるものが、みんな作ってるものが、周りって来たんですか、菊田さんたちが。で、その後は、その違和感感じたって言ったのは、あ、食べ物見たりしてて、で、ん？男の人、なんでその男の人の車に乗ったのかなっていう、その男の人の特徴ってわかります？もじゃもじゃ、髪型がもじゃもじゃ、天然パーマってやつですかね。だったような。どの辺、距離的には何メートルぐらいで見てました？こっからで言うと、あ、向こうの方が分かりやすい。その竹があるじゃないですか、横に。の奥。もうちょっと奥。うわ、遠い。近場で見てた人っていませんかね。車の色って何色か分かります？シルバー。どっちに向かったとかって見たりしてました。行ってみないと分かんない。どういう男性でした？そう、ここの辺になんか最初骨を見つけたって言ってましたよ。置いた人いいんですか？本当ですか？ん？それで、あ、それを聞きに来たんじゃない。はい、それも聞きに来ますよ。どういう男性でした？黒っぽい？ビニール？黒っぽいビニールの服。ビニールのこういう、上下の。メガネとかかけてました？体痩せてるとか、ちょっと、ん？ちょっとポチャってしてる。身長的に菊代さんと、菊代さんより上か。菊代さんって何センチですか？忘れた。僕は173センチ。同じぐらい？僕と。見て。同じぐらい。
探してた？ん？探してたって何ですか？メンバーに入ってた？メンバー？あ、みんなで探した、たくさん人が来て、その中にその人見たってことですか？それぐらい。来れるとき、また、機会あったら来ますけど、なんか、骨っぽいのを見つけたんですよ、今日。で、それを、もう、そういう見てもらうとこに出して、それから、それが骨なのか、骨じゃないのかを確認してからにしようかなと思ってます。菊湯さん。で、幹事君はさ、連絡取れない。どうやったら連絡取るかな。大きい声出すよ、ここで。幹事君って。なんか、あそこにいる、黒いスーツの人、誰ですか？知らない？いや、いいよ。うん。連れてくらっていいよ。わかんないよ、さ。なんか危なそう。ごめん、なんか、はん。うん。ありがとう。先生、幹事君が連れてきた例はどんな例だったんですか？菊代さんって言いまして、うん、30代から40代の女性なんですけども、うん、その方は、幹事君と一緒なんですけど、見方が、その方は、幹事君と一緒に見てたわけではなく、別で見てたらしいんですけど、まず菊代さんはキャンプ場に行って、見える方、つまり私が亡くなった方なんで、生きてる人と話せる人いないかなとか、あといい匂いがしてたので、そっちの方に行ったらしいんですよ。でその時にいろんな人を見ていって、あ、今日も全員私のことわからないと。でご飯ももらえないのかなって。でその時に子供たちがこうみんなで遊びに行って、で菊代さんは別の方向に行ったらしいんですよ。でそれからちょっと時間が経って、菊代さんが上の方に行った時に、車がなんか止まってたのをジャリジャリって落としたらしいんですよ。でパッて見たら、さっきまで一緒にいた女の子の中の一人がこう車に乗って行ったと。でそれで違和感を感じたと。でその男性はそのキャンプ場では見たことがなかった。なんか骨を置いていった人がいるってのは、そうです。あの男性が来て、その男性っていうのは黒い服、上下とでビニールっていうんで、スポーツウェアかなとは勝手に想像してるんですけど、そういう服を着た男性が骨を置いていったって言い方を言ってました。骨を投げていったじゃなくて、置いていったって言ってました。骨を置いていったものが流れてここに来たってことですかね。うん、ここの辺に骨を置いていったっていう言い方しました。この辺に、はい、もう沢ですね、ちょっと暗くてあれですけど。なるほど。それなんか捜索の人とって何か言ってるんですか？あ、捜索、その男性っていうのは、うん、一回捜査がこう入ったじゃないですか、ね、うんうん、何百人も、うんうん、その中の一人に何か似てたような気がするって、うん、というふうに言ってました。ちょっとそれも謎ですね。で体型的に言うと、うん、ちょっと小太りみたいな感じな印象、ややぽっちゃりですかね。ややぽっちゃりと、うん、身長は僕ぐらい、173cm だ、うんうん、あ、先生、さっき見つけた骨らしきものはどうしましょうか？骨らしきものはいきなりそのポンって出してもみんな迷惑かかってしまうんで、まずは民間の、研究所っていうところがありますので、まず骨があるかどうかを調べてもらって、それから骨であれば警察とかそういったところにご連絡しようかなと思ってます。先生、今日お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。まだ捜査続きますよね？はい、幹事君とも約束したので、今度はチョコレート持ってきます
あの幹事君もいろんな人声かけとくよって言ってたんで、なんか何ですかね、あのすっごい今日印象深かったのが、結構昔に亡くなられた子供さんなんですけど、こんな生き生きしててなんか嬉しかったです、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はこの前取った骨を、はい、鑑定に出すんですか。あのこのまま警察の方に提出してもご迷惑がかかると思うんで、まずは民間のそういったあの科学研究所っていうところがありますので、骨でも動物の骨かもしれませんし、はい、それを確かめるために民間のところに提出して、でそれが人の骨であればそういった関係者のところに提出したいと思ってます。すいません、人の骨かどうかを調べていただきたいんですけども、骨ってどういうふうに郵送すればよろしいんですか。はい、お問い合わせは初めてになりますでしょうか。はい、ありがとうございます。偶然見つけた骨がありまして、骨っぽいのがありまして、はい、2つあるんですけども、それが骨なのか骨じゃないのか、また骨だとしたら人の骨なのか動物の骨なのかっていうのを調べていただきたいんですけども、はい、郵送させていただきます。かしこまりました。はい、はい、ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、失礼いたします。失礼いたします。で、その結果が出たらまた皆さんにお知らせをして、それから行動させていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。